してるうちに約束の時間に遅れ君を待たせたね。初めて会った君はライバルのロビーで違いばかりの僕たちだったけど、今僕の目の前に妖艶な君が立ってる。順番がおかしいだろう。心でつぶやいた。そんな天然な君がやけにおかしくて、取り留めのない話して時間は過ぎて。時間も僕たちにとっては心の距離を埋めるのに十分すぎる穏やかな時間だった。君の